やたら無機質な現代人気質、まるで無菌室のように他人とのスキンシップ、希薄になりだし社会の成り立ちの構造さえも見失いがちな暗い街。隣人間はともかく近親者にすら湧かない親近感、血のつながる親兄弟の絆も毛細血管よりもろく即家庭崩壊に直結するケースも数知れず、食卓のテーブルから会話消える、子供の澄んだ瞳がいつしか暗くくすんだ色になる、気持ちが通じるはずの肉親に理不尽に扱われた結果、人間不信に陥りはまるの分かるとな宗教、心の空洞を満たすのが重要と修行と称した薬品、ばらまく悪事どうされる悪人の烙印、青ざめる関係者各位もう言葉をなくし歪んだ現状を確認。全く短絡敵に難なく他人を惨殺できる、淡白すぎる麻痺した感覚、強く心動く物欲の前では誰もが腹黒くなりやすくすごく無力、未来はどうなる何倍にも増える凶悪犯罪もうたくさんだ、あれが出た現状現象のためペンを取り遠慮なく突きつける剣のように鋭い言語。ここ東京にそして工房に増える不法投棄、証拠りもないやり口が登場し決して軽くない軽犯罪、正反対の正反対で動かん軽犯罪、どんどん増えてくいたずら感覚でマジ歪んでる自分に関節、敵のもっと薄いもんだと考えてるやつ哲学でなくモテてめえの哲学、想像し音で怒り膨張し騒音に変わり同行しいきなり包丁に手が伸びるなんて恐ろしい、事件がおととし去年今年と見てももろに溜め込みすぎて狂い出す人間が増えてる状況、必要な要領だが実際は過労死寸前、そこで怪しくなる理性の軍転、誰しもが否定できない弱い者に当たる傾向、同じ間違いを起こさねえよ盗りゃ変わってくるさ世の中も、鍵は心のこもった言葉だろう。